と動物が共に共生するとっていうのは本当に温かくてほっこりして、もうこれに勝る幸せはないなということを映画を見ていて感じたということと、動物の殺処分というものは仕方ないんだというふうに捉えるのか、それとも本当にこれは絶対に受け入れてはいけない、本当に大きな罪であって非人道的なことであるんだという、もう本当にこれは一刻も早くなくさないというふうに考えるのか、そのどう考えるのかによって結果というものが確実に変わってくるんだなということも映画の中から改めて強く感じました。必ずしもその皆さんにとってこう癒しの存在、猫たちってなんかのんびり暮らしていいなって見えるかもしれないんですが、その陰では過酷な生活を強いられている猫たちのことをほんの少し心を寄せていただけたらと思います。もっとこの動物虐待は犯罪です、殺傷は犯罪ですということをもっともっと世の中に周知していく、力強く周知していく、そして私たちもそういったことに対するこう厳しい目を、絶対にそれは許さない、許してはいけないことなんだという厳しい目を光らせていかなければいけないなっていうのはすごくあるんですね。小さいものとか弱いものをかわいそうだ、守ってあげなきゃいけないっていう気持ちは本当に大事だと思います。それは猫、犬、猫に関わらず、ちっちゃい子供もそうですし、そういうものはダサくもなくて、それから迷惑でもなくて、本当に無償の愛っていうんですかね、ちょっと随分大きくなってしまいましたけど、私は本当にそういうものが今絶対に日本には大事じゃないかなっていうふうに思ってます。私京都で街中を歩いていた時にですね、もう本当高齢者の方がもうびっくりするような激しいこうね、つまずかれて倒れられた、目の前で倒れられたんですよね。でもそれに対してね、誰もね駆け寄ってね手を差し伸べて助けようとしなかったんですよね。私やっぱりその状況を見てすごく悲しいなと思いましたし、なんか私たちのこの社会というものはなんかすごく大切なものを失ってしまったんじゃないかと思ったんですね。その問題と私たちが今この考えてこの動物の命を尊ぶという問題は本当に同じ問題なんだということ、動物の問題じゃなくて私たち人間のモラルの問題であって、思いやりの問題であって、社会の本当にモラルの問題であるっていうことをしっかりと私たちは考えてですね、動物の問題じゃなくて私たちの問題なんだよということをですね、もう本当に一人でも多くの方に知っていただいてですね、今一度考えていただく機会にしていただけたらなというふうに思いますので、どうぞ皆さんも共に発信していただければ。